番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います。視覚障害者柔道女子57キロ級工藤博子です。工藤博子選手、1984年大分県出身の37歳。未熟児網膜症による視力障害のため、視力は左がほぼ見えず、右は 0.1 以下です。中学から健常の選手と一緒に柔道を始め、高校卒業と同時に遠ざかりました。2018年15年ぶりに視覚障害者柔道で柔道を再開。2018年全日本視覚障害者柔道大会63キロ級で優勝、アジアパラ競技大会で銅メダルを獲得し、去年は東京パラリンピックにも出場しました。2年後のパリでは階級を63キロ級から57キロ級に変更してメダルを目指します。未熟児網膜症のため、物心ついた時から視覚に障害を抱えている工藤選手、現在の視力は子供の時より少し悪くなっていて、子供の時は左目は光とかがこう分かる程度で、右目は 0.1 いかないぐらいだったんですけど、現在はちょっと視力が落ちていて、左目はこう LED ぐらいの明るさだったらちょっと分かるかなっていうぐらいで、で右は 0.04 ぐらいなんじゃないかなと思います。中学生の時、友達と一緒に女子柔道部を作った工藤選手。その当時やわらちゃんが流行っていて、ちょっと柔道ブームがあったことと、私たち柔道部7人で作ったんですけど、みんなでこう初心者でこう作ろうとこう盛り上がって柔道部を作りました。男性の部活はあったので、その先生が女子も一緒に見てくれるようになりました。私は、先天性の弱視なので、もともとちょっとこう運動は好きだけどこう苦手で、球技とかができないので、柔道は掴んで組み合ってからだと普通のみんなと同じようにできるので、そういったところでいいなと思いました。弱視なので全く見えないわけではなくて、なんとなく相手がこうやってるのかなとか、先生がこうやってるっていうのを掴みながら、あとはみんな初心者だったので、みんながこう支えてくれて一緒に技を覚えていきました。健常の試合に出てました。そんなに強くはなかったんですけど、健常の試合でなんか、そうですね、一番最高の成績が県大会3位です。九州は結構柔道する子多いんですけど、大学までするってなると、かなり強い子しか残っていかないので、私はここで一旦引退しようと思って一回競技を離れました。高校で柔道を辞めた後、2016年高校の同級生で現在コーチを務める中本あゆみさんから突然連絡を受けた工藤選手。あなたなら東京パラリンピックでメダルを目指せる、一緒に世界を取ろうと説得されました。中本コーチはもともと全日本の強化コーチをやっていて、私の高校時代の柔道を覚えていてくれて、それがもう一度できたら絶対メダルが取れるという確信があって誘ってくれたみたいです。視覚障害者柔道という形で15年ぶりに柔道を再開した工藤選手。中本コーチが私のこう生き方とかを見ていて、いつもこう人のためとかにこう生きているように見えるから、もう一度こう自分のために歩んでほしいみたいなこう熱意を持って誘ってくれたので、自分でこう決めて柔道を再開してみようと思いました。工藤選手は2020年8月東京パラリンピック女子63キロ級代表に内定しました。しかしコロナ禍のため大会は1年延期。その間、工藤選手はどんなトレーニングをしていたんでしょうか。延期になってで、みんないろんな、ね、心境の変化みんなあったと思うんですけど、私、あんまりこうネガティブに物事を考えたくないので、この時期にできることをやろうと思って、同じこう柔道をやってる
友人とこうおはようプランクとかお休みプランクとかひたすらあの筋トレをひたすらやってました。ずっとそのランドリー稽古とかだとこう漠然と練習をするきつい中こうずっと続けるとかそういったことが多いんですけど、まあ一回基本に立ち返ってすごいこう細かい部分まで一つ一つこう気にして練習ができたことは1年延期になったので、まあそれですごい良かったなと思ってます。そして東京大会本番、初めてパラリンピックの大舞台に立った時の心境は。大会の会場の中にずっと練習でお世話になっている学生さんたちとか、あの東京女子体育大学の学生さんたちとかがいて、すごいそこも励みになって、無観客だったけど応援してくれるみんながいることはすごい心強くて、盛り上げてくれている皆さんがいたので、やっぱりすごい大きな大会だなっていうのはすごく実感がありました。1回戦目はまあ自分のこう思った通りに勝てて、まあ、ちょっと体もほぐれてきたので、あのこのまま乗っていこうって思ってました。ところが工藤選手は2回戦でまさかの敗北を喫してしまいます。2回戦の選手はまあ本当に強い選手ということは分かっていたので、まあ、研究もしていて、こういいタイミングで相手に入れたんですけど、ちょうどその時に膝が肋骨にこう入って、ちょっとその後に抑え込まれる時にちょっと動けなくて、もうそこも全部筋力も含めなんか練習不足だったのかなって思いました。3位決定戦進出をかけた敗者復活戦、工藤選手はスペインの選手に大内刈りを返され一本負け、メダルは夢と消えました。やっぱり他の世界大会でも大内刈りで勝っていることが多くて、まあそこはやっぱり研究されていたんだなっていうのはすごく後で思って、もうちょっと慎重に行くべきだったと思いました。東京パラリンピックで工藤選手が得たものは。柔道と性格ってみんな似ているって言われるんですけど、柔道の攻め方と、なんか私はその合わせることとかが多いので、なんかそういった部分でこう自分の柔道を確立していこうっていう話にはなりました。なんかそこら辺がこう自分の弱さが見えたことがこう得たものかなと思います。次のパリパラリンピックまであと2年を切りました。工藤選手はパリに向けて中本コーチとどんなトレーニングを行っているんでしょうか。パリに向けて、まあ、東京大会はまあできることをやったっていう感じなんですけど、まあ、パリに向けてこうもう一度自分の柔道を見直して、自分の柔道を確立して、どんな相手でも投げれる、自分の柔道で相手を投げれるっていうような柔道にしていこうっていう話をいつもしています。大外刈りを得意にしている工藤選手、その魅力とは。柔道の技はどの技もこう魅力があるんですけど、まあ、大外刈りは相手の足をこうかけてしまったら、まあ、そこから粘ることができるので、こう粘って相手をこう投げに行くところがいいなと思ってます。力技だけでもなくて、やっぱり相手の重心を崩さないと最終的にはかからないので、手で相手を感じて相手を崩して、そこから技をかけるっていうところがすごい、まあ、どの技にも共通なんですけど、すごく魅力的な技じゃないかなと思ってます。視覚障害者柔道は今年から制度が大きく変わり、これまで一緒に戦っていた全盲と弱視の選手が別々のクラスに分かれ、体重別の階級も変更。これに伴い工藤選手はこれまでの63キロ級から57キロ級に変更することになりました。あまりこう体重が増える方ではなくて、63キロ級の時もずっと増量をしていたので、まあ、それだったら下の階級の方が自分の体に合っているなと思って57キロ級にしました。女子57キロ級は広瀬順子選手という絶対王者がいる階級です。パリに行くためには広瀬選手を倒さないといけません。私はまあパリに行くことしか考えていないので、その過程では絶対勝たないといけないなとは思っていて、まあ、勝てる自信っていうものは
そんなに、ま、みんな東京パラに出た選手とかが57に集結しているので、ま、全員に負ける可能性だってあるっていう、ま、怖さはあったんですけど、ま、パリのために自分がこう優勝するしかないなと思って腹をくくって57にしました。その廣瀬選手とは9月11日に全日本視覚障害者柔道大会で対戦、延長戦にもつれ込む大熱戦の末、廣瀬選手が勝ちました。その前に国内選考が5月にあっていて、その時は一度私が勝っているんですけど、今回また対策をされて全然私の技が出なくって本当に完敗してしまって、でもお互い本当に接戦だなっていう感覚はあるので、まあ、手応えも感じていて、今後はまあお互いですけど、まあ、相手を研究しながら勝てる柔道をしていきたいなと思ってます。工藤選手はトレーニング中によく聴いている曲があります。ゆうりさんのベテルギウスをよく聴いてトレーニングをしています。歌い方と か, なんか声がすごく好きでいいなと思って聴き始めました。一生懸命歌っている感じがなんかこう競技に通ずるものがあるような気もして、なんかすごくいいなって思ってます。工藤選手の家族も競技生活を支えてくれています。私の家族は、まあ、最初はちょっと柔道をまた再開するということを心配もしていたんですけど、まあ、東京大会で、まあ、私の姿を見て、あの今後もずっと応援したいって思ってくれていて、でパリも家族総出で応援に行きたいって今もみんなで励ましてくれています。もう親戚一同で来るって言ってます。視覚障害者柔道の試合中、見えなくても声はわかるという工藤選手。やっぱり通る声はよくあの聞こえてきますし、家族とか、まあ、中本コーチだったりとかなんですけど、いつも聞き慣れてる声はやっぱり試合中に集中していても耳に入ってきたりするので、すごい励みになります。東京パラリンピック終了後、練習環境を充実させるために工藤選手は転職を決断しました。東京大会後にやっぱりどうしても今回の負けが悔しくて、あのパリまでは競技に集中したいと思って、今の会社は、アスリート雇用で採用してくれているので競技に専念をしています。今回9月もみんなで応援に来てくれていて、すごい心強かったです。工藤選手に将来の夢を伺いました。今の会社は私の競技もですけど、競技後もすごく応援してくれていて、今後はちょっと視覚障害者柔道とかそういったことをこう地域の子どもたちとかに教えてほしいっていうことも言われているので、なんかそういったこう福祉、もともと福祉とかに興味があるので、福祉のことだったりとか、その子どもたちに教えるとか、そういった幅広くいろんなことをやっていきたいなと思ってます。工藤選手にとって視覚障害者柔道の魅力とは。視覚障害者柔道の魅力は、あの組んでから始まるので、まあ、大技が出やすいってよく言われていて、まあ、視覚障害者柔道だけではないんですけど、相手がいるスポーツなので、すごくこう優しさにこう触れる競技だなと思ってます。やっぱりこう見えづらい中で柔道をしているので、まあ、学生さんたちがこう積極的にフォローしてくれたりだとか、あの声をかけてくれるっていうことなんですけど、そういった時に、あと柔道自体も学生さんたちがなんかちょっと私が改善した方がいいんじゃないかなって思うところとかを積極的に言いに来てくれたりして、まあ、そういった時にすごくみんな優しいなっていつも思ってます。